本日は愛媛鉄道にご乗車いただきましてありがとうございます。この列車は急行列車の大原行きです。途中のお席までは普通列車として全ての駅に停車をいたします。大田から滝の区間は急行列車となります。急行列車ご利用のお客様は乗車券のほかに急行券が必要となります。大田より先の停車駅は白身の丘、国吉、上総東、終点大原です。列車は2両編成で運転しております。前の車両2号車は一部座席が指定席です。座席の手元に番号が付いているボックス席は指定席となります。空いておりましたらお座りいただいても構いませんが、指定席券をお持ちのお客様がいらっしゃいましたらお席を譲りください。後ろの車両1号車は全て自由席です。またこの列車は到着時一部の扉のみが開きます。お降りの際2号車のお客様は後ろ側の扉を、1号車のお客様は前側の扉をご利用ください。その他の扉は開きませんのでご注意ください。またこの列車は昭和の観光急行列車として、窓が悪タイプの車両で運転しております。窓から手や顔を出されますと大変危険です。本日雪により垂れ下がった枝や竹がございますので、窓を開けなりますと大変危険です。窓を開けないようにお願いいたします。それではいすみ鉄道の昭和の観光急行列車の旅をごゆっくりとお楽しみください。次は西畑に停まります。
千葉県の外房線、内房線で活躍した経歴の持ち主です。その後 JR 西日本に移管され、平成23年まで富山県高山本線で活躍いたしました。この2両は幸運にも廃車解体を免れて、雪深い北国から温暖な房総半島で観光急行列車として活躍いたしております。どうぞ国鉄時代の勝負の旅をごゆっくりとお楽しみください。
前の車両が2号車、一部座席が指定席です。後ろの車両が1号車、すべて自由席です。指定席におかけのお客様は、指定席券をお持ちのお客様がいらっしゃいましたら、お席をお譲りください。またこの列車は一部の扉のみが開きます。後ろ側1号車のお客様は前寄りの扉を、前側2号車のお客様は後ろ寄りの扉をご利用ください。その他の扉は開きませんのでご注意ください。まもなく塩見の丘に停車いたします。お出口は右側です。
終点大原、大原です。ご案内いたします。列車はただいま山の中へと入ってまいりました。まもなくいたしますと進行方向左手に小さな池が見えてまいります。その池のほとりにはムーミンファミリーの仲間たちが佇んでいる姿がご覧いただけます。列車はしばらくの間速度を落として走行いたします。どうぞ進行方向左手をご覧ください。傘を泳いでお待ちください。